少し小さめの立派な衣装。これらはすべて阿波人形浄瑠璃で使われるデコ人形が着るものなんです。現在、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷でデコ人形の衣装を紹介する特別展、阿波デコの衣装が開かれています。並ぶのは1850年代から近年にかけて制作され、大切に受け継がれてきた衣装およそ40点。金の竜の刺繍が施されたこちらの着物は180年近く前に作られたものだそう。豪華な作りに、その時代の人形浄瑠璃への熱い思いを見ることができます。展示のほとんどが一般には初公開となるものばかりですが、中には100年を超えて現役で使用されているものもあるんだとか。特別展は11月24日まで開催。間近で見て、一着一着に込められた人々の思いやその歴史を感じてみてください。